は6号艇の竹越正樹が入りました。今節がデビューシリーズとなっている5号艇の原田裕二は大外6コースに回ります。3対3でインコースから1番、2番、3番、4番、6番、5番の並びスタートしました。3番、4番がわずかに覗いたスタートになりました。その後は1番、3番、4番と出ていって1枠の旋回、逃げる1号艇の袖、まくり出しは3号艇水野、続いて4号艇の鹿島、バック側1番、3番、4番のトップ争いです。スタートは前提正常でした。1号艇袖の内側、3号艇の水野と4号艇の鹿島が届いて、さらには6号艇の竹越も接近中。4艇によるトップ争いで2バック、先に回ろうと4号艇の鹿島、その外1号艇の袖、これはちょっと流れて内側から3番6番と旋回します。先頭は3号艇の水野、その外から4号艇の鹿島、6号艇の竹越も僅差で追走、さらに後ろ2番5番、そして今1号艇袖が2マーク回ったところで取り残されています。2周目1マーク、先頭は3号艇の水野対6号艇の竹越、4号艇の鹿島の集団となっています。先頭は三つどもえ、その後ろは大きく水がいて2号艇の別府、そして5号艇の原田と続いています。これからレースの方は2周2マークの旋回です。なお1号艇の曽根はエンストのため失格となります。コース5号艇地元の川崎です。進入スタイルは3対3、第6レースヒルトククラリス戦、 A コースから1番、2番、3番、4番、6番、5番です。今スタートしました。1コース6コース、コースアウトは1号艇森永、5号艇の川崎、白1枠、3コース3号艇の飯出ていきますが、1号艇逃げる森永、3号艇の飯がまくり出す、握った5号艇の川崎、切り込んでくるは2号艇の畑和弘、トップラスは1号艇、3号艇マッチレースはインコース3号艇の三好、アドコースは1号艇森永、3番でアウトバーで5号艇地元の川崎、内川立て直すは2号艇畑、一緒にコラーの世界、スタートは正常、グンと出た3号艇の三好、盛り込んでは2号艇の畑、間割ってくる1号艇の森永、大きく流れた5号艇の川崎、切り込んでは4号艇の小沢ですが、先頭おったまない、5号艇に役者達成となりました。先頭3号艇の三好、2番手は1号艇森永、3番手2号艇畑、上手焼き。